ディーラーホンダコリアは、ホンダの韓国における輸入総代理店である。韓国におけるホンダ二輪車の流通、販売、サービス事業を目的とした、ホンダモーターサイクルコリアとして2001年10月に設立したのが源流であるが、四輪も含めた展開と、すべく2003年、ホンダコリアに社名変更。2004年5月20日より、中型車、アコードの発売を、 2004年10月12日より SUV、CRV の発売を開始。2010年10月19日には初のハイブリッド専用車であるインサイトを発表した。二輪車のジャンルにおいても多彩なラインナップを続けており、2013年6月15日には二輪車部門の主力車種であるスーパーカブも韓国市場に投入された。社長の t u 位はホンダが、 技術供用していた韓国の二輪車、メーカー、デイリムモーター2976年に入社し2000年に同社の社長に就任。2001年にホンダが大林自動車との提携を解消後、ホンダ側が社長就任を打診。それを本人が開拓したという経緯がある。なお、レジェンドをアキュラブランドではなくホンダブランドで導入した理由と、 それ以外のアキュラブランド車を導入しなかった理由については、the 自らが当時輸入車市場はレクサスや BMW がシェアを抑えていただけに韓国では知名度がほとんどないアキュラよりも世界的に知名度のあるホンダブランドで新たな道を展開した方がいいと判断したからと語っている。2020年7月現在四輪車は北米生産車である。 四輪車販売拠点については、随走区グループや江南区、富山など国内に9カ所を有する。二輪車、ありがとうございます。